パナギュリシテパナギュリシテブルガリア内のパナギュリシテの位置、パナギュリシテ、あるいはパナギュリシテはブルガリア南西部の町、及びそれを中心とした基礎自治体。パザルジク州に属する。ブルガリアの首都ソフィアからは西に 91km、パザルジクからは北に 43km、ズラティカからは南に 37km である。 2008年の時点で、パナギュリシテの町の人口は18,494。自治体全域の人口は26,256人。市長は、ブルガリア社会党のゲオルギ・ゲルギネコフである。町の名前は、ギリシャ語で祭りを意味する、バイアルファーニューイータガンマロイヨタ、パネジャーイ、パニギリに由来している。中世に、現在のパナギリシテの町のあたりに集落が、 気づかれていたブルガリア・オスマン戦争の中でこの地域の住民は殺害されるか別の場所へ脱出した。オスマン帝国がベリコ・タルノボへの道を守っていたスルベン近くの村、アセネフチを制圧した時、その住民はパナギリシテに移住した。また、15世紀にアルバニアやブルガリア西部のデバル、プリレプ、コスツルなどでの放棄の後、難民となった人々が流入した。 今日でも、この街の人々の話す言葉には、東西ブルガリア語方言の双方の特徴が見られる。パナギュリシテは、1876年のオスマン、帝国に対する4月放棄の中心地として知られている。パナギュリシテは反乱の拠点として、第四革命地区の中心地となった。反乱者たちが自由を宣言してから10日後、反乱に対する過酷な鎮圧が加えられ、 オスマン帝国の軍や不正規兵橋、ボズクによって町は焼き払われ、ほぼ完全に破壊された。聖ゲオルギ聖堂、パナギュリシテは近接するコプリフシティツァの観光の陰に隠れてしまっている。コプリフシティツァには遥かに大規模な民族復興期の家屋が保存されている。コプリフシティツァ同様に、パナギュリシテにもスレドナゴラ山脈の美しい景観があり、 またパナギュリシテは1876年の4月放棄に関連した町である。パナギュリシテにはまた1949年に発見されたパナギュリシテの黄金と呼ばれる宝物もある。バニャ近くには温泉もあり、パナギュルスキコロニーは山岳リゾート地として保養施設がある。第二次世界大戦の後、パナギュリシテは工業地帯へと転換された。 アサレルメデトの同性連と加工の工場は2500人を雇用し、自治体では圧倒的規模で最大の雇用種であり、バルカン半島全域での同種のものとしては最大規模である。アプティコエレクトロンは740人を雇用するレンズ工場である。340人を雇用する同業のアプテックスも創業を始めた。800を雇う繊維工場、リットンとブールテックスもある。 また、190人を雇用するプラスチック工場部内もある。町には二つの大きな聖教会の聖堂聖ゲオルギ聖堂及び聖精神助聖堂がある。聖ゲオルギ聖堂は大正をなす二つの首脳がある。また、町には歴史博物館と自然史博物館がある。町は1876年にオスマン帝国によって破壊されたものの、 古い建物の一部は、その後再建された。その中には、大な国ャギナ邸や、マリンドリノフ堤があり、博物館として公開されている。四月放棄の犠牲者に捧げられた巨大なモニュメントは、街中の至るところから見ることができる。モニュメントは、中央広場の近くの丘の上に築かれ、その中心の像は、花崗岩で覆われている。モニュメントの場所は、 町の中央と階段で結ばれている。町には二つの劇場がある。町の北東部には人工の池と運動場、オルチョボイボダ競技場を有する公園がある。町の周囲にも複数の見どころが散在している。パナギュルスキコロニーリゾート村は町から北に15キロメートルのところにある。この場所は地元の人々によく知られており、多くの市民がここにカキの別荘を持っている。 ここには、スキー場と、多様なベリー類やキノコの生息する濃密な森がある。西に6キロメートルのところには、おぼりして村があり、各地から集まった代表者たちがこの地で4月放棄の計画について議論し、決定を下した。今日、ここにある、記念碑は観光スポットとなっている。パナギュリして市役所最大規模の小学校は、 マリンドリノフ小学校で、この他には4月20日小学校、セイキリルメトディウス小学校などがある。最大の中学校は、ネショボンチェフ中学校である。この他に、工学技術学校、鉱山技術学校などがある。最大の病院は、町の南の外れ、ルダ、柳川の西岸にある。また、町の中心には、大きな総合病院があるほか、複数の開業医や、 司会がある。パナギュリシテキソ自治体には、その中心であるパナギュリシテをはじめ、以下の町村が存在している。町からは、北、南、西、東へと道路が伸びている。ポピンツイ、そしてパザル軸へと続く道路は改良、新調された。唯一の鉄道は、ストレルチャやプロブディフへつながっている。パナギュリシテからはバスで、ソフィア、プロブディフ、パザル軸や、 周辺の村々と結ばれている。詳細は、パナギュリシテの宝物を参照。パナギュリシテの宝物1949年12月8日の、下の古朝、パベル、ペトコ、ミハイルのデイコフ兄弟は、パナギュリシテの近くのメルルタイル工場で働いていた。午前10時頃、新しい粘土層を掘削している時に、彼らは珍しい物品を見つけた。信じがたいような、 壮麗な容器が、この労働者たちの前に輝きを見せた。完全に掘り出された時、そこには一つの薬瓶、八つのリトン、一つのアンフォラ様の器、女性か動物の頭のような物品などがあった。発掘品は、紀元前4世紀から3世紀にかけてのもので、その純金6 1 4 6ラムという重量と、ともに原型が、 よく保存されていることからも大きな衝撃となった。現在、これらはトラキア人の宝物として世界的な知名度があり、国立歴史博物館で最も価値のある所蔵品の一つとなっている。南極大陸、サウス、シェトランド諸島のグリニッジ島にあるパナギリシテヌナタクはこの町にちなんで名付けられた。2008年10月8日閲覧、ありがとうございます。